50周年記念。50周年。めちゃめちゃおばあちゃん。はい、皆さんこんにちは、おさきです。今回は YouTube のチャンネル登録者数が50万人突破したということで、50個質問に答えていきたいと思います。はい、ということでですね、はい、こちらの50万人記念企画、おさきちゃんには言ってませんでしたが、はい、3本立てとなっております。おお。なのであと2本あるのでお楽しみにしててくださいね。私知らないんですよね、はい、実は。楽しみだね。じゃあ早速答えていきたいと思います。50個あるのでね。それではどうぞ。1つ目、ダイエットは続いていますか？はい。めっちゃ痩せたと思うけど。はい、最近は結構食生活気にするようになって、もう爆食いに気をつけたり、ジムに行ったりもしていますので、ダイエットする環境はすごい整ってると思います。正直自分のこと可愛いと思いますか？思います。高校生になってやってみたいこと。自分でプロデュースした商品を出してみたい。高校の偏差値どれぐらいですか？NG なしって書いちゃった、ストーリーに。本当に変にハードル上げないでほしいんですけど、55から、まあ、65って言っときましょうか。おひげありますか？ねえ、何その質問自体と。おひげありません。あの、全身脱毛も言ってるんで。チートやな。彼氏の絶対条件教えてください。マジか、これ長くなる。50個なのにこれだけで1本も動画になるもん。清潔感がある方、まあ常識がある方ですね。あとはね、結構あるんだよね。でも何を優先すればいいか分かんなくて。自分に求めないでよ。そうだよね、そんなに考えるのやめてよ。はい、ごめんなさい、これだけです。これだけ守れたら OK です。高校入ってぼっちなんですけど、どうやったら友達行きますか？ね、ぼっち代表に聞かないでくれる？もっとコミュ力高い人に聞いてよ。好きな人はいますか？推しでもいいです。ま、好きな人はいないんですけれども、かっこいいなって思う人いるんですけど、あの、私のジムにね、汗かいてるはずなのに清潔感があるって人がいるの。その人ね、筋肉めっちゃゴリゴリでね、すごいマジかっこいい。だから別に好きではないんですけど、全然年上だし、ちょい推しみたいな、ちょい、目を追いかけちゃうみたいな感じですね。ちなみに歯の色はどんな感じですか？歯の色は今日うーちゃん食べた？あ、今日は相思相愛記念日です、ゆーちゃんと。今日あの子手つないでたら爪食べてきた、私の。やっと私のことが認められた瞬間、今日。正直に中学での最低得点。数学で18点です。彼氏予定では6月にできるって言ってたけど、はいはい、もしできなかったら次の予定はいつになりますか？仮にね、もしかしたら6月にできないかもしれないやん。それは言っときますよ、みんな。7月後半から8月上旬あたり。結構2時間すったんだよ。結構もう梅雨終わって、もう夏になって夏祭りとか始まって。やばい、夏祭り。ゆーちゃんとチューしたことある？あります。ね、確かに初めて言うんだけど、生まれた瞬間にチューした。ゆなおさくみみで集まりたい。ゆなおさくみみね。え、ゆなおさくみみ。ママ知らないの、イントネーション。メルプチの時代から呼んでたのに、ママ何も見てないってことじゃん、メルプチ。えぐい。集まりたいね。いつ？ガチいつ？今まで一番楽しかった企画は？え、お酒日記でだよね。うん。え、あ、いいよ、お酒日記でじゃなくても。お酒日記以外でもあるんだろうね。嫉妬。私が、ね、楽しいで思いつくのはメルプチの読み売りランド。お酒日記じゃねえじゃん。りょうくんのことをイケメンだと思っている？正直に言うとイケメンだとは思います。まあ私の弟なんでね、それはまあ良くなればなって感じなんですけど。ネイル変えた？あ、変えました。じゃーん。なんと私、健康診断で爪の色を見るからとかいう意味わかんない理由で、なんか爪剥がしてこいって言われたからね、剥がしたの。で、結局爪の色見られなかったしね。マジ無駄だから。身長伸びた？え、縮んだ。比較で測った時にさ、161.何とかあったじゃん。なのに 160.8 になった。うーちゃんの好きな人何人ですか？11人。まつげの本数何本？あ、まつげの話かな。私ね、まつげは今回片方60で片方60で120本両目で入れてますね。 50m 走何秒？今日測りました、 9.01。 中3の時タイム知りたい。10秒56だよ。お母さんは渡辺直美さんですか？え、じゃあ私2世ってこと？私親の七光ってこと？どこかかな、こんなに冴えない一般的なアラフィフが。いや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 、冴えてはいるでしょ。冴えてないでしょ。好きな俳優さんはいますか？います。
山崎賢人さん。あれここに来て、あの今まで結構違かったのね、1位の人だけど、変わった映画がありまして、それは狼少女とクローズで、それから狼少女とクローズ見てから山崎賢人さんの他の作品見たの、もうめちゃめちゃイケメンやんと思って、心変わりしました。1位です。ルナちゃん狼に出てるけど、うん、ウサキちゃん出てみたいと思う？うわー、ね、それ聞かれた。え、ぶっちゃけだよね、出たいとは思わないです。だって恥ずかしいもん。和田が踊ってほしいです。せーの、わたたた、元気ブンブンブン、スーパーソニー。正直言ってママさん怖い？え、めっちゃ怖いでしょ。見てればわかるよね、 YouTube 見てれば。YouTube であれなのに現実世界どうなるんって感じなんだけど。次ピアス開けるとしたらどこに開ける？やっぱりここと、ここ3連1、2って開けたい。あとここ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 軟骨。ハイライトのカバー写真は自分で描いたんですか？インスタのハイライトの写真は私が描きました。おー、え、可愛くない？普通に。好きな YouTuber は誰ですか？最近ハマってるのはスカイピースさんと平成フラミンゴさん。最新の好きな異性の髪型教えてください。前まではなんかセンター分けとか言ってたと思うんですけど、それはなしになりました。最近は髪型がここぐらいまで、私の前髪ぐらい、長さで、マッシュじゃないんだけど、ちゃんと前髪があって、毛先が少ない感じの人。普通の髪の毛。普通の髪の毛。最近見ていたドラマってありますか？アスカノの実写です。自分のいいところはどこですか？私の長所は、人の気持ちを考えて発言できるところですね。こう、私結構考えすぎちゃう人なんですけど、これ言ったら。お父さんイケメン、お母さん美人？ぶっちゃけいいですか？これいいよ、別に正直に言って。恋愛したことありますか？あります。小学校の時に好きになった以来ですね。次はね、最近会ったインフルエンサーは誰ですか？あの超超10代っていうイベントで会ったっきり人に会ってないです。でも話したのはサクティンとモカちゃんとユナちゃんかね。シーパスじゃん。今一番好きな曲、ずっと聴いてた中でずっと聴いてるんだけど、最近また自分の中で流行り始めたのが明日の夜空です。え、明日の夜空。学校でのエピソードを教えて。言っていいですか、ママ？大崎ちゃん学校行って初めての授業の日に体操着忘れてママが届けたことです。いや本当にあの時はね、ママにね初めて感謝した日。友達できました？できました。感覚は何？わかんないけど、私ずっとストレートだと思ってたんだけど、ブックブックとか出したり友達とかに聞くとウェーブって言われるの。私ウェーブがストレートかどっちなんだろうね。この日の話、元彼何人ですか？元彼の人数ゼロです。パパは誰に？チュートリアルの徳井さん。正直学校のテスト加入したことありますか？ありません。今のマイブーム教えてください。マイブーム、麻雀です。おすすめのマスク教えてください。こちらです。好きなジャンプの漫画ありますか？スパイファミリーです。小さい時一番好きだったプリキュアのシリーズは？ハートキャッチプリキュア。ハートキャッチプリキュア、ファーニーベイビー。ラスト。これから高校生活で心配なこと、大変だなと思うことありますか？心配なことしかないですね、今は。まあ、まず、勉強面。高校になって、やっぱり頭いい人いっぱいいると思うんですよ。なので、ついていけるように。てかもう本当になんか、日々の授業聞いてて思うんですけど、やっぱりついていけるようにしなきゃなっていう不安と、あと、しっかり青春ができるのか、という不安ですね。ということで、50個質問コーナーしました。いやーマジこれぶっちゃけだね、無事なしでね、めちゃめちゃ言っちゃったね。まあ結構高校生になって、まあ初めて知ってくれた方とかね、毎日投稿とかして、あの最近してくれた方結構多かったので、私のことが知れる機会だったのかなと思いますので、ぜひ私のことをもっと知ってください。そして本当に50万人ありがとうございました。50万人企画あと2本あるらしいので、そちら楽しみにしててください。ということでこんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お先に失礼します。